きチャンネル。じょ。こんにちは。さあ、今日はね、さだきチャンネルなかなか扱わないですけども、はい、メジャーの話です。へえ、珍しい、はい。もう終わりましたけどね、はい、トレード期限終わりましたけども、はい、今後どうなる大谷翔平問題です。はい、まあ、今年もね、トレードあるんちゃうのかと、はい、本人はね、ドキドキするシーズンを最後まで送りたいみたいなね、うん、ところ言ってましたけども、はい、でも二刀流できるためにエンゼルス行ったんだから、うん、そのデメリットは仕方ないよ、受け入れるしかないよって俺は思ってたけど、うん、最初からあまりにも強いところ行ってたらね、今の二刀流の姿が完成してることはないんでね、はい、っていうところでね、うん、まああるんだけども、うん、どうなる大谷翔平っていうね、はい、ところで、まあ、一番最近のニュースの話題の大問題は、はい、身売りだね。身売りエンゼルスの、はい、あー、その買収みたいな。でも、うん、でも最初ウォルト・ディズニー社から250億円で買って、はい、え、10年後ぐらい、うん、20年後か、うん、10倍になってんだよ価値が。へー、やばいよね、投資からすると。今200、はい、250億ぐらいで買って2300億ぐらいになってんだもんね。それすごいですね。やばいよ、うん、でもまあその間ね、地区優勝とかもしてるしね、うんうん、っていうところ、昔ケイロットいた時とか強かったけどね、はい、だからまあそれで来てね、うん、もうそろそろ潮時でみたいな、はい、でここがね多分大きな問題になるわけよ、はい、で大谷は来年シーズン後 FA になるのね、はい、っていうことは来年のシーズン後には、うん、FA でまあ好きなチーム、うん、もしくは好きな年俸、はい、好きな条件、うん、選べるけども、うん、ここどうなるのかっていう、結構オーナーが変わるか変わらないかで変わるらしいんだよ、はい、だその中で、うん、オーナーがもし変わった時に大谷がいるってなると、多分この、まあ、だからいつ変わるかだね。今シーズン終わる頃に変わってくれたら、うん、来季の契約に向けて新しいオーナーとできるじゃんね、はい、そしたらもう大谷絶対必要だから、うん、いきなり10年契約の、年俸はどんぐらいいくんだろう。年俸400億みたいな、ね、わお、うん、ただ年40億ぐらい、はい、とか言い出すかも分かんないからね、うん、でそしたら、うん、大谷にとったら、まあ、エンジェルスってなるよね、はい、でも FA 取ったら、うん、他の球団もエンジェルスがどのぐらいお金あるか私も知らないですよ、うん、でももっとお金ある球団とかがもっと払います、もっと払います、すごい大谷競争が起きる可能性ありますよね、うん、ここで2つの問題が起きるんだよ、はい、エンジェルスにいることのメリットとデメリット、うん、はい、ね、もし年俸の条件をクリアしたとなれば、うん、メリットとしては、はい、今の大谷がやってる完全二刀流っていうのを継続しながらメジャーリーグの生活を過ごせる、あ、そプロで行って、はい、デメリットとしては、うん、弱いから、うん、その新オーナーが大金をはたいてまでチーム作りを変えていってくれないと、はい、でもトラウトとかいるからね、いい選手、うん、ちょっとピッチャーとあと下位打線がもう本当絶滅してるみたいな感じだけども、はい、うん、でそこを改善して強くなれば強くなるけども、うん、今のままだとそのドキドキハラハラがシーズン終了までできない可能性があるっていうデメリット、うん、でもこれは改善される可能性あるね、はい、チーム作りっていうのはね、うん、昔だってアストロズなんかも多分良かったからね、はい、それが強くなってるっていうところもあるし、うんうん、じゃあ FA した時のメリットとしては、うん、はい、強いチームに行けばプレーオフ、ワールドシリーズとかドキドキするシーズンを送れる可能性ある、うん、経験ができると、でその契約面でもいい条件でいける、うん、はい、デメリットとしては今の完全二刀流っていうのを継続できないかもしれないっていう、あ、そのチームのルールになるからね、はい、でしかもその今はエンゼルスは大谷中心にローテーションも含めて全部考えてくれてるけども、うん、はい、大谷中心のチーム作りをできればいいけど、そんな強いチームとか、うん、はもうそこそこ出来上がってる中に大谷が入っていかなきゃいけないから、はい、大谷中心に全部のチームを変えるわけにいかないじゃん、うん、でそうなった時に今の二刀流のやり方が若干打者の方によって投球割合が減ったりとか、うん、だから今で言うと今ね規定投球回と規定打席両方クリアするんじゃないかって言われてるけども、はい、それが規定打席はいけるけど規定投球回下がりますとか、うん、ピッチャーをやるたびにもうちょっと打者休ませますよみたいなチームの方針が変わる可能性があるから、はい、今みたいな完全二刀流をやりながらメジャーでプレーするっていうのができない可能性があるんだよ。そうですね、二刀流についてどこまで考えてくれるかっていうのはその球団次第分かんないですもんね。あとチームが他の選手次第でもあるしね、だって自分たちのローテーション、大谷が入ると先発ローテーション4人で回してるところ5人とか6人にしなきゃいけないから、はい、大谷は中6日で投げるからね、そしたら他の投手のローテーションとかその投球数っていうところに
デメリットが生じるじゃんね、はい、だそこにすごいベテランとか実績ある人がいたらなんで俺がっていうやつもいるかもわかんないじゃん。そうですね、うん、そしたら帰れないよね、うん、で打つのにしてもすごい DH がもともといるチームにはいけないんだよ、はい、だってそれ外せないじゃんね。そっか、うん、だからそういったことを考えるとどこまでどうなるかっていうのは不透明になるの、うん、だから今のプレーを続けたいんだったらエンジェルスにいることが一番いいのよ。そうですね、うん、一番大谷選手のことをちゃんと考えて全てうまく回してくれて、大谷中心にチームを考えてくれてるからね、うん、はい、そうですね、他に行くと大谷中心じゃなくなるから、はい、可能性があるから、うん、そしたら完全二刀流っていうところができなくなる可能性もあるのよ、うん、大谷選手もやっぱり今みたいにさらになんか調整っていう部分では今はきっとこう自分に合わせてくださってるんですごいしやすいでしょうけど、またなんか違う、もっと早いタイミングに投げないといけないのとかなっちゃう可能性もありますよね。そうそうそう、とかもうちょっとローテーション遅くするよとか、なんか14日とか、はい、うん、13日とかなっちゃったりとか、なかなか10日とかになっちゃったりとかにする可能性もあるし、はい、まあ、そこら辺はどうなるか分かんないけど契約上だから、うん、だからそこを自分の中で折り合いつけなきゃいけなくなる可能性もあるね。そうですね、だからそこら辺が難しいよね。まあ、でもやっぱりでも大谷選手次第でしょうね。きっとそこからじゃあ FA 取るってなったらすごい交渉はするじゃないですか、うん、どういうふうにじゃあだからこのオフに、このオフに決まると思うよ。あ、このオフですか。このオフもし1年契約だったら FA 出る可能性が高くなるよね、はい、あ、そっか。だって日本でもそうだけど、はい、FA 持ってる選手には前年から、はい、あの複数年契約提示するから。あ、そうですね。そしたら FA 使われないじゃん、はい、だから多分このオフだからこの、うん、それ決まるためにも、うん、もし見入りするんだったらオーナーが早く変わらないと、はい、早くその契約が進まないじゃん。あ、だそういった面でもどこまでのオーナー変わる変わらない、はい、変わる変わらない問題が大谷の去就にも一番大きく響く、ね、そうですね。で変わったらどう、変わったら変わったらで、うん、長期複数年契約をするか、はい、1年契約かによってエンゼルスが来年最後になる可能性もあるよ、ね、そうですね、うん、それ他の球団は来年の FA でうちに来てほしいって本当に思ってる球団があったらもうこのオフに、うん、複数年契約しないでくれっていう交渉とかにもでも始まるんですかね。それはタンバリングがもしダメだったらできないよね。あ、そう、タンバリング、そっか、うん、そういうところも出てくるのか。それかもうさ、あ、来年優勝しそうな時に FA 権持ってるけど大谷をトレードに出す可能性もあるよね、はい、エンゼルスがね、どうせ出ていかれだったらトレードに出しちゃいみたいな。あ、そしたら、いい選手取れるじゃん、はい、代わりにね、うん、うんうんうん、そうですね。ちょっとでもこのオフあれですね、注目ですね。このオフが一番注目だと思うけど、はい、プレー内容って考えたら、うん、確実にエンゼルスにいる方が大谷にとったらプラス、うん、まあそうですね、うん、弱いっていうか、もうだからチーム一番幸せなのはエンゼルスに残って、うん、長期最優遇の契約をして、はい、で強くしてもらう、これが一番幸せ、自分を筆頭に強くなっていくという、うん、だからもう補強もしっかりしてもらってっていうところが、うん、まあ、一番幸せになる方法やと思うけどね、うん、なんか大谷選手もなんかやっぱりチームの優勝っていうのをかなりこう掲げては信用してるの、それ。え？俺そういうの一切信用してない、誰が言うのも。あ、本当ですか。だってそれ簡単に外国人も日本に来て移籍するやろ。あ、まあそっか。だってそのチームにいたらそうやって言うよ、わざわざ。だって、いや、どうせ僕来年出ていくんで、別にもう怪我しないようにやるだけなんで、まあ優勝するもしないもんいいですみたいな言わないですね。俺もだから選手のこのチームを愛してますとか1ミリも信用してない。いや、私はでも大谷選手なんかがそうエンゼルスで優勝するぞみたいなのを、だってエンゼルスにいるからね。で、まだ来年もエンゼルスに残る可能性があるじゃん。それなのにそんな逆張りの発想で言ってよ、わざわざエンゼルスファンに嫌われる必要ないやん。そうですね、俺もそう中にいたからもう分かるけど、うん、もう一切信用してない。そうですか、うん、結果として、はい、あ、ずっといたから本当だったんだなって思うけども、はい、あの中にいて、うん、FA で出ないんやけど FA 年に活躍できなくて出れなかったやつとかもいっぱい知ってるからそっかそれたちはもうチームを愛してますみたいな感じで言うしかないじゃん。言うしかないですもんね、うんうん、だからもう、あの、いや、ファンの人はもう純粋にもう全員信じてた方がいい。いや、信じたいですよ、幸せだからね、うん、でも俺はもう1ミリも誰のも信用してない。そっか、はい、難しいね、うん、でも移籍したら今のままの二刀流だから、一番今のままの二刀流を継続するためにはチームが弱くなる可能性もあるからね。はい、チームを作り直さなきゃいけないからね、うん、でもまあ今アメリカのルールが変わって大谷ルールになって DH、はい、ピッチャー投げ終わっても DH に収まれるから、うん、これはかなりのチーム戦力をマイナスしないアドバンテージなんだよね、はい、
これがあったらやっぱ DH がね、うん、能力が落ちる選手入れなきゃいけなくなっちゃうからね、うん、そういったところで大谷にいい追い風吹いてると思うから、はい、だから何を取るかだね。やっぱ強いとこ行くとね、いろんなしがらみあるからね、うん、巨人行くとひげ剃らなきゃいけないとかもあるわけ、はい、大谷選手そういうの気にしなそうです。そうなの、はい、なんか気にしなそうじゃないですか。あと私のイメージはですよ、お金もそういうのとかも何も気にしない、うん、もう自分が最善なプレーができるところを選ぶっていう気がしてます。いいんじゃないみんななんかそういうイメージありません？なんかよく報道とかで言うじゃないですか、なんかその私服とかおしゃれにも無頓着で、うん、常に私服もジャージーみたいな、うん、お金に無頓着みたいな、うん、いいんじゃないってみんな思っときましょうよね。まあでもね、はい、このオフがね、はい、最注目なんでね。でもまあ大谷にとって一番いい契約のね、はい、中に行って、やっぱ今までねなかなか日本人が成し得てないことをね、はい、いっぱいやって、うん、あとホームランを取ってほしいね。そうですね、日本人がね長距離砲をね、うん、ダメやっていう、まあ今年はね、まあ、ジャッジがいるんでね、はい、なかなか難しいですけどね、うん、ホームランをね未来ではぜひね取れるような活躍を期待したいですね。はい、はい。